ポンポン、まったくアホばっかりじゃ。ハンコック、俺どうしても伝えたいことがあるんだ。ルフィ、そなたになら何を言われても平気だぞ。ハンコック、俺、お前の。ルフィー、何を言いたかったのじゃ。わらわのことが何なのじゃ。お嬢さん、ルフィが言いかけてたことを俺が代わりに言いましょうか。そなたは黒足のサンジ。それでルフィは何を言おうとしてたのじゃ。ルフィが言いたかったのはこうだ。ハンコック。お前の胸を揉ませてくれ。いや、ルフィがそんなこと言うわけないじゃろ。すまない。その願望は俺の夢。いや、勝手に石にならないでくれる？わらは何もしてないからね。まったくうちの船員はしょうがない奴らばっかりだぜ。そなたはソゲキング。俺が代わりに言ってやるから安心しな。おう、さようか。それでルフィは何と言うつもりだったんじゃ。ハンコック。俺はお前のベッドで三千世界の夜をギシギシさせた。いや、ルフィがそんなこと言うわけないじゃろ？っていうかギシギシってなんじゃ。ギシギシっていうのはな、いや、お前も勝手に死にならないでくれる？ダメじゃ。ルフィの仲間は変態が多いのかもしれんの。よほほほほほほほ。お主はソウルキング。そなたもルフィが何を言いたかったのかわかるのであるか？いいえ。私は私の願望を伝えに来ただけです。お、なんじゃ。パンツ、見せてもらっていいで。いや、こいつは石になって正解じゃ。スーパー。お主はフランキー将軍。そなたこそルフィの言いたかったことがわかるのか？ああ、わかるぜ。ルフィはこう言いたかったはずだ。ハンコック。俺、お前のことが、好き？好きじゃ？水筒よ？どれじゃ？どれなんじゃ？まったくアホばっかりじゃ。オアハンコック。お主はバーソロミュークマン。麦わらが言いたかったことを俺が教えてやる。ハンコック。俺、お前と、ラフテルに行きたい。いや、ラフテルって言ってるけど、頭ん中ラブホテルになってるんですけど。まったく男はゴミじゃ。ルフィ以外の男はみんな変態じゃ。ごめん、ハンコック。俺、気を失ってたみたいだ。そうか、ルフィ。そして、そなたは、わらわに何を伝えたかったのじゃ？そうそう、すごく大事なことを伝えたかったんだ。それで、なんじゃ？ハンコック。俺、お前とラフテルに一緒に行って、お前の〇で三千世界ギシギシ、いや変態だったー。でも喜んで、きっときっと覚えてるから、追いつけないまま大人になって、君のポケットに夜が咲く、口に出せないな。